あなたの名言を一言だけ残すとしたら、どういった言葉を残しますか？人生には困難がつきものです。しかし、その解決法や心構え、それらの話を知っておけば、あなたはきっと楽に生きれることでしょう。今回紹介するスレは、スレ民が気づいたこの世の真理を各々書き込む、というワザップのようなスレです。世界の真理を知り、あなたの人生に役立ててくださいね。それでは、始まり。これ、気づくのに何年もかかったわ、っていうことを教えて、わら。Y だけにこっそり。コンビニで同じおにぎりを2個買ってもよい。よくもそんなことを。これ無理やわ、頭で理解しても行動できへん。コンビニおにぎりは身内革命起こったわ。つまり、カレーパン2個買ってもいいのか？ Y 以外、全員 AI。この世の半分くらいは無能であること。人が作ってるものは自分でも作れること。30過ぎたら急に謎の失神出てきて原因突き止めるのに3年かかったな。梅毒？最近こっそり流行ってるらしいな。他人は自分よりすごい。そこそこが札でも生きられること。ガンでは死なない。なんとかなるものは意外とどうなってもなんとかなるけど、なんとかならないものは本当はあっけないほどに落ちてく。なんか毎年よく雨降る時期ある。葬式は亡くなった人のためではなく遺族のため。人生は虚無、世界は天才のために存在する。 98% は天才の踏み台、引き立て役。 IQ が普通だった。実は選択する自由を教えてくれる人がいたこと。まあ気づいてもやらないんだかな。お前らもこっちに来いよ。 YouTube のコメントの2分57秒とかのコメントを押すとその時間に動画が戻ったりすること。パソコンならシフトプラススラッシュでショートカットキー一覧が見れます。バレなきゃルール破ってもいいってこと。自分は幸せ。人一人生かすのには思ったより金がかかる。挨拶は大事。納豆のタレは別に全部入れなくてもいいってこと。全部入れると味濃いわ。人の性格は見かけによる。自分から話しかけないと誰も仲良くしてくれない。アップデートは人柱を立ててから。打って変わってスレミンによる恋愛系トークへ。女は簡単にまた開く。女は全員好きになった人がタイプであるということ。行動しないと彼女できない。好意を見せないと好きになってもらえない。人を愛さないと愛されない。人を愛したことない楽な人生を歩んできたんだな。人を愛しても相手が自分に嫌悪感を持ってると愛されないんだよ、悟れよ。それ相手を愛せてなかった、実は自分のことだけ考えてたんじゃないっすかね。風俗は遊び、本気になるな。俺は女と付き合えない。婚活サイトで結婚できる人って本当にいるんだな。桜ばかりだと思っていた。彼氏のいない女の子は存在しない。仮に存在しても俺には近づいてこない。セクハラと言われるから我慢するしか人生を生き抜く方法はない。ここ最近見た中で一番悲しいです。女の子ではクリメンタムはよく聞くよな。ピンサロが一番コスパいい。病気の感染率を考えると、結局コスパ悪いということに、いずれ気づくで。デリヘルも一般できる。女はイケメンにしか興味がないこと。んなことはない。いや、実体験だから。イケメンじゃなくて、モテてる人腐るほどいるけど、お前がモテないのを顔のせいにしてるだけや。中学生や高校生とやれるのは、中学生や高校生だけ。ピルは避妊のためだけに飲むものじゃない。ローションって、気が一番気持ちいい。風俗に何十回通うが、同期は同期のままなこと。大人になったら必ずズル向けになるとは限らない。男の生き顔はエロい。画像保存しても、しっとりどころか見ない。見るぞ。ピンサロ行ったら、すぐっこ笑え。そして、スレの流れは、社会に絶望したスレ民ならではの仕事や、自己啓発系の話へと。一日は、ある程度忙しいくらいが、ちょうどいい。仕事は辞めてもいい。合わないと思ったら頑張らず転職した方がいい。できるだけ楽してサボることに命を懸けないと過労死するということ。ミスは人間だから絶対何回も出るし繰り返す。問題はミスを隠し通せる、もしくは自分でケツを拭けるかだ。一番良いのはミスをしても他人に迷惑がかからないポジションになる。係長になってやっと気づいたわ。ネット上の有名人が YouTuber 始めても大抵つまらない。弁護士唐沢隆弘弁護士見て気づけた。紆余曲折するが、自分がやりやすいと感じた方法が結局最適解だったりすること。いい人なんてごく稀にしかいない。我慢すんな、言っちゃった方が良い方に動くこともある。萎縮すんな、損するぞ。
何事も早めにやっとけばうまくいく、逆に先にサボると挽回は難しい。準備を怠る者に真の成功は訪れない。訪れないね、ほんとまさにそう、絶対にそう。行動しないと何も起こらない。やる気はやらなきゃ出ない。苦労して自得したことは生涯忘れない。安易に人から教わったことはすぐ忘れる。一致も書いてるけど積極的に行動することだな。うじうじ消極的なノロマは結局何も成し得ないままあっという間にクソじじい。積極的に動けば誰もが好かれるのか。お前の人生薄っぺらすぎる。良かれるためだけの行動ってのもおかしいな。コミュニケーションというものは自分を気持ちよくするためのもんじゃなくて相手の心を和ませるためのものだと悟った。次は買って良かったものや価値の考え方について。物を買うか買わないか長時間考えたり夜更かしして考えてる時間がクソ無駄で、時間と労力的に考えたら最初から悩まずサクッと買っとけば良かったパターンが多いということ。ベッドはダブルの方がよく眠れる。シャンプーは手でやるより泡立てネット使った方が100倍良い。おにぎりもそうやが同じ服や靴買ってもええんやで。枕は良いものを使え。金持ちは多少の金額の使わ気にせず買う。風呂場の中で体拭けば床拭かなくていい。風呂は1日くらい入らなくていい。ドラム式洗濯乾燥機は神。よく怒られるうちが花っていうの、ある意味合ってるってこと。誰かが明らかにアホなことしててもわざわざ指摘して嫌われるのが嫌だし、言ってもわからないから放っておくやつが大多数になる。逆に気づくのに時間がかからなかったってことは。清原の薬、友達の中毒者と同じこと言ってたからすぐわかった。ケチャップとソースでバーベキューソースが作れる。空腹で買い出しに行くといらんもんを買う。肉は塩がうまい。冷えた生ビールより優れたものはこの世に存在しない。健康。なんか不眠気味だなぁと思ったら運動不足なだけだった。口呼吸は思考能力を低下させる。痩せるために運動するより食べるために運動する方が痩せる。トイレは座ってした方がいい。これや残尿感が残り前立腺肥大を見落とす可能性があるので、これは間違いです。トイレは立ってして飛び跳ねプラスアルファを掃除しましょう。ワイがお腹壊すのは油のせい、ステーキの死とかラーメンの背脂とかが原因だった。牛乳を飲むと腹を下す。どんなにハイスペックに慣れても治らない、精神病になったら終わり。健康は失ってからその大事さに気づく。ありふれた日常がどんなにありがたいことか。まあ今は元気なんだが、いろいろあったんだろうが良かったな。ちゃんと寝ても翌日は普通に眠くなるってこと。寝ても寝ても疲れは取れないし、10時頃には眠くなって船こいじゃうから、もう最近は寝るのやめたわ。ウォシュレットはしない方がいい。温水洗浄をしすぎると本来必要な肛門周囲の皮膚の皮脂まで過剰に洗い流してしまいます。そのため穴がかゆくなるんですよね。それかワセリン塗るかだね。そして生き方や人間関係について心理めいたことを語るスレミンたち。人生は配られたカードで勝負するしかない。不平不満を言ってても何も良くはならない。今の自分は過去の自分の延長線上にいるということ。ある日突然理想の自分になんかならないし、なれない。実力ないのに積極的な態度を見せても良いことない。人生は選択肢の連続やけど、選べる手段はどんどん減っていくこと。ことわざは割とガチ。何事も喋りすぎるのは良くないということ。わい、おしゃべりやからいろいろ大変やったぜ。金融知識は早めにつけないとダメ。コロナ前に投資やってなかったの、ガチで後悔しとる。金持ちになるにはまとまった資金が必要。自分はイケメンじゃないというよりブサイク。こいつ最低だなと思ったやつはとことん避けた方がいい。少し関係改善しても絶対後でまた後悔する。多めに見ることが人間関係を悪化させない秘訣。説教好きの人間ほど割と適当なことしか言わない。説教は性行為並みにドーパミンが分泌されるから、彼らは快楽のためにエンタメとして説教をしているっていう事実に最近気づいた。もとい知ったわ。説得癖とか仮パクは一生治らない。病気やからね。年取ってからではできないことがある。気合と根性は簡単、出せばいいだけなんだから出すだけ。ソシャゲの課金は無。実の親がずれてること。これメンス。親は割とすごかった。普通がすごいということ。結婚し子供がいる親がすごいということ。母のありがたみ。親が死ぬ前に産んでくれて育ててくれてありがとうございましたと言っておく。
アイドルには彼氏がいる。運命はあるオカルトとかじゃなくて遺伝子や環境といった現実的な要因でね。芥川雄之介も似たようなこと書いてたわ。悟りと書いて正語、それこそが思考の存在、それを悟った。結構みんな孤独。こういった話は昔の自分では理解できなかったなぁということもあります。ですので高評価やリスト保存などしてまた見に来ていただけたらと幸いです。あなたが気づいた人生の真理や体験談など聞いてみたいのでコメントお待ちしておりますね。このチャンネルではいろいろな人の面白人生スレをまとめて面白く学びのある動画を作っていきます。また登録者だけに表示される R18 やギリギリを攻めたネタ動画も出していますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。